めない。なんだっけ、アプランティ。アプランティ？アプランティさんでーす。カレー屋さんでーす。あれ、カレー&スイーツの店だ。あ、本当だ。ね。すごいこだわりの、こだわりのカレーのお店。この期間限定がいろいろ変わるんだね。ね、そうなんだ、うん、これ全然見てなかったもんね。今日のおやつはスイートポテトとバニラアイス。え、楽しみだね。ねえ、久しぶり。久しぶり。ミキティ用のさ、なんかさ、うん、あのマイク買った方がいいかなと思って。バカじゃない。ミキティ用のマイクいるんじゃないかな。いらない、いらない。どうしよう。はい、メニューです。メニューです。あ、持たない方がいい。いや、持った方がいい。持った方がいい。ありがとう。スープカレー、ルーカレー。ルーカレー、なんかパターンが、いろんなパターンが。なんかチキンマサラとか美味しそうだね。マサラ、うん、あ、これね、マサラって、うん、デミポが、デミポ、デミポカレー、デミプラスポークカレー。すごい、よく分かったね。そう書いてあった。トッピングもあるよ。あ、すごいね。ドリンク、うわ、今日のおやつ絶対食べる。それ昼で終わりですとか言われます。あ、なんか書いてある。当店のお米は七つ星。へえ、あ、うちと同じだ。唯一無二。唯一無二。無二。無二。創作カレー。もうひらがな詰め、漢字読めない。スパイス配合。どうしよう。すごい、超お腹空いてきた。めっちゃ空いてきた。でもなんかスープカレー食べたいかな。私普通のカレーにしようかな。じゃあ、私シーフードにしようかな。待って、エビクリームコロッケ付き。うん、やだな、クリームコロッケがやだから。あ、そうなの。あ、角煮のスープ。いや、どうしよう、油すごいよね。待って、これオリジナルスープカレーってまた別ってこと。あ、ほんとだ。こんだけあるってこと。野菜のスープカレーもあるってこと。キーマ野菜。キーマ野菜どこ読んだ。ひき肉か。なんかチキン食べたいよね。マサラって何。わかんない。あ、程よい酸味、上品なマサラソースだって。ビターな深みをデミグラス。どうしよ う迷うね、うん。コロッケいらないんだよな。でもさ、角煮は角煮で油がすごそうじゃない。油がちょっとお腹が痛くなっちゃうから。わかるわかる。でもオリジナルスープカレー、私ちょっとにしようかな。いつも通り一番人気なんですかって聞いて。一番人気です。いや、でもさ、このチキンマサラも気になるよね。気になる。でも私こっちの方が気になるかも。デミグラスポークカレー。うん、うん、ね、ビターな深み。角に入ってんだって、デミグラスのやつに、うん、だってかぼちゃも入って、ブロッコリーもオクラも入ってんだよ。本当だ。私、どうしよう。肉入ってないのか、オリジナルスープカレー。イタリアンテイストのカレーっていうの、ボロネーゼカレー。肉食べたいんだよね。炙り角煮のスープカレーにしたら。油いっぱいだけど、それにしようかな。ね、どれがおすすめなんだろうね。ちょっとおすすめ聞いてたらね。でもおすすめ、すいませんって言ってから、おすすめどれですか。うん、聞くの。してさ、じゃあさ、あれじゃない、ライス、ライスとかさ。ライスの量は 100g 小中大あって。あ、じゃあ 100g 私。 100g、うん、少なくない。いや、ご飯あんま食べない。して辛さは。私は1しかダメ。辛さ、激辛が5。またそういうわけのわからん。ちょっと置くよ。あ、それにする。なんかこれ、なんかこれが、なんか映えるね。映えるけど、うん、何にするか。一緒にしないとダメですか。いや、何でもいい。何でもいい。映えるね。
ちょっと映えるのどれ、映え、私は映えなくていい、ごめん、自分食べ、何食べる。ごめん、じゃあ映えるの頼むかな。じゃあこれダベサ、ね、これダベサ、ね、ダベサ、ダベサ、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い、待って、とろろとか乗ってるよ、ここで。あ、本当だ、和風だね、うん、美味しそう。キーマカレーで、え、ピクルスかな、これわさびマヨネーズって言ってたね、言ってた。枝豆も乗ってるし、ね、美味しそう。カツ、カツ、すごい、肉、肉食べたいって、だからよかった、ね、よかった。とろろ乗ってるの変わってるね、うん、すごい、本当創作カレーって感じ ね、本当とろろなんて思わないよね、ね、なんかでも本当サラッとしてるスープが、うん、美味しそう、美味しそう、え、めっちゃ美味しそうだね。なんか、え、普通のさスープカレーよりなんかスープが本当、ね、サラッとしてるね、うん、食べよう、ただ、あ、ここにお腹すいた。スープカレーの食べ方が載ってる、え、スープを一口味が本当だ、食べ方、食べ方見て、基本は自由、え、食べ方基本は自由です。一口味わう、ライスをすくう、スープに浸す、具を楽しむ、基本は自由、基本は自由。久しぶり、久しぶりだね。なんかもう最近本当にコニーしか行かなくて、全く取れずに、すいません。全く、もうコニー、コニーで食べてばっかりだから。うん、美味しそう。ご飯美味しいな。じゃあ、いただきます。おにぎり温めますかとか来たんだねって、うん、ね、うん、言ってたね、話してたね。すごい ね、 ね、誰が来たのかわかんないけど、ね、サインじゃわかんないね、うん、ね、うん、ね、おいしい、なんか優しい、優しい、うん、辛くない、うん、本当になんかルーが、なんか全然食べたことのないような感じ、うん、でも辛くなくて美味しい、うん、美味しい。なんかマヨネーズ、うんうんうん、食べて、何それって何、何それって何、うん、うん、めっちゃ美味しい、うん、うん、なんかカレーも全然しょっぱくないよ、ルーだけでも、うん、かつお節かかってて、どこわかってるの、和風だからわかんないけど、うん、美味しい。なんか何度も来たくなるね、いろんなの食べたいね、ね、うん、ちょっと食べてみるよ、はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、うん、前から飲むの知ってたけど、うん、写真が、うん、減った、知らなかったかな、でもこれね、うん、いっぱいあったから来れる、また来ようね、うん、なんかリピートスタッフなどもね、はい、うん、友達が一回来て美味しいって誰かフェイスブックに上げてたんで、あ、そうなんだ、次はスープカレー食べたい、次普通のカレーかな。なんかいろんなの食べれていいね、うん、スープカレーとマサラカレー、うん、そう、そっちがあるね、ね、あと創作カレーが食べれる、すごい和風で美味しい、創作とか合うんだね、うん、合う、しかもなんかわさびマヨネーズが美味しい、本当、失礼します、はい、結論、これは何だ、米は確かにピクルスだ、うまいよね、美味しい、ピクルスも、うん、うん、やっていい、ゴールデンウィーク忙しかった、全然、あ、でも仕事してた、ずっと、ゴールデンウィーク、ミッキーは何もしてない。
お出かけしなかった？あ、ちょっと娘とはちょっと、うん、あ、出かけしたよね、うん、ご飯食べに行くぐらいね、遠出はしなかった、うん、病院ごとじゃん、なんか桜見に行ってなかった？桜見に行ってない、あれ裏、裏、裏職場の裏、あ、そうだそうだ、あそこね、あそこに標本木がある、あ、そうなんだ、うん、何標本木、旭川が開花宣言する木、あ、そうなんだ、すごい、その木の木に桜が五輪咲いてから開花宣言になる、へぇ、旭川のね、そうなんだ、そうそう、それが裏にあったの気象台同じ建物だからさ、あ、そうなの、うん、もう一箇所は99件ないです、美味しい、なくなると大きいレベル、なんかもうね、全然空いてなくて5件目ぐらいのね、1週間で入って、ね、何件目さ、そこも空いてなくて行こうと思ってるのね、なんと5件目でやっとこんな美味しいお店にたどり着けた、たどり着いたね、うん、中に開けてゴールデンウィーク明けの月曜日だから、うん、結構閉まってるとこ多かった ね、でも良かったね、ここで、うんうん、ご飯も美味しい、うん、一応10時に消毒準備入って、ね、あとお風呂入ったりとかして、なんかご飯の量選べるのいいね、6時には開けなきゃいけないから、うん、寝れるは寝れるんだけど、その間に患者さんからタケノコっぽいの入ってる、今寝られないわかんない、今日みたいな日、家族どうしてんのとか、家族の分作ってきた、作ってきたの、うん、仕事帰りだから作ってない、うん、でももう娘たちも大きいから、先生いないので申し訳ないですとか話聞いて作らんの、じゃあどうするの、今日はうん、なんか買って食べて、面白いでも後でお金請求されるそうなんだ、うん、旦那さんは旦那の、旦那の分も誰かが代表して買ってくれるの、そうそうそう、旦那が、あ、そうなんだ、家賃は、うん、エステ旦那さんから請求されるの、うん、ご飯代はさっきライン来たの、後でペイペイで払うって言ったのそうなんだ、うん、こういうシステム、そうだって作る気ないよ、そう、そういえばさ、うん、あれだ、旅行の、あ、そうだった、旅行の話しないと忘れてた、ね、ゆかぴが前送ってくれたやつさ、あれさ、うん、3回乗り換えしなきゃならないでしょ、マジで確か、え、札幌まで行って乗り換えじゃないの、じゃないの、え、札幌駅で乗り換えじゃなくて千歳のやつに3回って書いてあったよ、嘘だ、本当さ、そうミッキーと旅行計画中で大阪にまた行きますえ、これでさ、大阪帰ってってからやるんじゃないの、何がこれ、流すの、流すのねショートだったら流せんじゃん、あ、そっか、うん、なんだっけ、名前サトシ、サトシ、もう出た方がいい、あ、これんと、そうこう言ってる間に、あ、いいね、これで送ってくれたの、ね、うん、私見てるのと違う、え、今さ、何歳なんだ、6、4、2、美味しくてあっという間になくなっちゃった、え、6歳ってことは来年1年生始まらない、早いよね、1年生、うーん、なくなっちゃったごちそうさまでした、チグが出たのかわいいね、スイートポテトとバニラアイス、そう、美味しそう、おしゃれだね、影が落ちるんですよ、盛り付けが、わーい、食べよう、アイスコーヒーも来た、ミキティ撮影中美味しい、美味しい、美味しい、うん、バニラアイスは普通で手作り、うん、あ、美味しい、うん、デザートも美味しい、
スイートポテト、めっちゃスイートポテトだな。うん、さつまいも、めっちゃ美味しい。で、その中の一角が、その一角とか自分が、コーヒーの、あ、コーヒーも美味しい。うん、仕事、まあ、なんか、コーヒーが割ってる、なんかフルーティーな。そういうことだったよ。フルーティーじゃないの。連絡来たんだけど、27日やバニラアイスは普通、なんか、よくわからない、何かがあるから、もしかしたら、いけないかも、みたいな。あ、美味しいね。ちょっとでいいんだよね。そう、わかる。うん。今、このスイーツにコーヒーが最高だね。そう。なんか刺さってるしね。うん。ね。何刺さってんだろう。これなんだろう。なんか刺さってる。あ、なんか。わかんないのか。うん。食べてみて。顔は知ってて、喋ったこともある。何？でもなんかちゃんと喋ったことなくて。キャラメル？あ、キャラメル？違う？なんかアーモンドっぽい。キャラメル？キャラメル？本当に？あ、うん、キャラメルって言われてみたら。キャラメルかも。うん、美味しいでも。いやー、そうなんだよね。いいなーって思いながら、穏やかな人です。これちょっとがいいね。うん、このスイーツが食べれるのっていいよね。しかもスイーツ美味しい。スイートポテト美味しいよ。うん。手作りかな。ね。分かんないね。手作りか。っぽくないでも。ね。おねおやつって書いてある。でも姉ちゃんを見てるのにすごい美味しい。やばいよね。あのさ、今撮ってる？撮ってよ。もうお話があるそうなので、美味しかったです。またね。